昨日、田中光さんのオンライン講座、バン記者は見たプロスケーター、羽生結弦の進化論に参加しました。この講座は、羽生結弦というスケーターの進化と魅力を深く掘り下げたもので、内容の濃さと満足度の高さが際立っていました。田中光さんは、以前、クアドラプルアクセル羽生結弦スペシャル、のインタビューを担当した方であり、そのインタビューも非常に素晴らしいものでした。 また、田中さんは大学で准教授としても活動しており、講義の進行や説明が非常に明瞭でわかりやすかったです。そのため、講座の内容がスムーズに頭に入ってきて、とても聞きやすかったです。羽生譲弦と番記者たちの関係は彼の競技時代から非常に濃密なものでした。 羽生結弦選手の言葉には一つ一つ重要な意味が込められており、記者たちはその言葉を一時一句聞き逃さないようにする必要がありました。彼の言葉には、ありがとうございましたなどの簡単な表現でさえも深い意味が含まれており、その鋭い洞察力と聡明さは、多くの取材をしてきた記者たちをも驚かせるものでした。 羽生結弦選手がクリケットクラブ、クリケに拠点を移したシーズンから、その天才ぶりがさらに顕著に現れました。彼は先輩たちをあっという間に追い抜き、オリンピックの金メダルを手にするまでに至りました。クリケ時代のコーチたちの指導も素晴らしかったですが、羽生結弦選手自身が自らの体の仕組みまで研究し、分析し再構築する能力が際立っていました。 羽生結弦選手の進化は、単なるアナログな取り組みとは一線を画しています。彼のフィギュアスケートは、デジタルのように精密であり、無意識に行うものではありません。そのため、競技の点数や組織の枠に縛られることなく、独自の道を切り開いていきました。アナログな思考では到底追いつけないほどの進化を遂げた羽生結弦選手は、狭い村社会の中でその才能を理解されることは難しかったでしょう。 しかし、彼はその枠を越えて、自らの道を突き進んでいきました。ピョンチャンオリンピックの会見で、羽生結弦選手は、さなぎから羽化して、やっと羽を広げるところ、と述べましたが、その言葉の通り、プロに転向してからの彼は本当に自由に羽ばたき、真の姿を見せてくれています。羽生結弦選手の進化は止まることを知らず、彼のパフォーマンスはますます輝きを増していきます。 かつてクリケのトレーシーコーチは、ユュズルはギフテッドかもしれないと語りました。その言葉通り、羽生ユズル選手の才能はフィギュアスケートにとどまらず、単独公演のプロデュース能力からもその頭脳明晰さがうかがえます。彼は単なるスケーターではなく、芸術家としての才能も持ち合わせており、その多彩さは多くのファンを魅了しています。 ハニューユズルのファンとして、その進化を目の当たりにできることは本当に幸せなことです。彼のパフォーマンスは常に期待を超え、見る者の,の心を打ちます。彼の存在そのものが、多くの人々に希望と勇気を与えています。クアドラプルアクセルハニューユズルスペシャルの表紙の表情は彼の自信と未来への希望を感じさせるものであり、私自身もその姿に強く惹かれました。 これからも羽生結弦の進化を見守りながら彼の背中を追い続けたいと思います。田中光さんの講座をまだ聞いていない方には、ぜひお勧すすめします。そして、クアドラプルアクセル羽生結弦スペシャルも一読の価値がありますので、手に取ってみてください。羽生結弦という偉大なスケーターの進化と魅力を、ぜひ皆さんも感じてみてください。